商工組合中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、商工組合中央金庫は、特別法、株式会社商工組合中央金庫法に基づく、特殊会社で、略称商工中金。政府と民間団体が共同で出資する唯一の政府系、金融機関、他の政府系機関に比して、民間金融に近い性質を持つとされ、 多くの政府系金融機関が融資のみに特化した機能を持つ中、預金の受け入れ、再建の発行、国債が合わせ、手形を通じた短期金融など幅広い総合金融サービスを行っている。口じする通り、信用格付けは高い水準を維持している。日系格付け機関は AA クラスの評価としており、その理由としては、 メガバンクと比較すれば、資産の質が見劣りすることなどを挙げている。ただし、1936年、昭和11年に設立されて、以来74年にわたって、政府からの赤字補填を受けた経験はない。当初は、旧商工組合中央金庫法に基づき政府や、中小企業団体が出資する、共同組織金融機関として設立され、それら所属団体に対する、 貸付、債務保障等を業務としてきたが、2008年、平成20年に株式会社化された。株式会社化された当初では、遅くとも2015年、平成27年までに、すべての政府保有株式を処分し、完全民営化される予定であったが、2009年、平成21年6月19日に交付、即日施行された中小企業者を呼び、 中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律平成21年法律第4号による改正において2011年度末を目途に政府保有株式の処分のあり方及び商工中金に対する国の関与のあり方について検討を加えその検討結果に基づく措置が講じられるまでは 正保有株式の処分は行われないことになった。2017年1月に国の制度融資の不正利用が発覚。国の緊急対応危機融資の数値を上積みするために職員が融資先の業績を悪く見せかけることにより国の制度融資要件をクリアしていた。同年5月9日、経済産業省、財務省、金融庁が 商工中金法に基づき業務改善命令を発令。4月25日発表時の不適切融資は198億円。その後の実施調査により、こうした不正がほぼ全点で実施されていたことが、同年10月に明らかになっている。2018年3月には、地方自治体制度融資においても、同様の不正が発覚したほか、中小企業月次景況観測において、 本来聴取すべき項目を調査しないなどの手抜きや誤まかしも確認された。これを受けて、中小企業月次経況観測は中止されることになった。主として、中小企業金融の円滑化を目的として、預金の受け入れ、資金の移動や貸し付、け、手形取引その他の株式会社証工組合中央金庫法で規定する業務を行っている。融資の対象は、 商工中金に出資する中小企業団体の構成員などに限定されている。また、かつて長期信用銀行であった新生銀行、青空銀行とともに、超新銀、小中キャッシュサービス、ロングスのほか、セブン銀行 ATM との提携も実施している。すべての都道府県に最低1カ所は拠点を持つ。店舗数は国内100カ所、出張所、 営業所含む、アメリカ合衆国、ニューヨーク市に、海外支店を、中華人民共和国、香港、上海及び、太王国、バンクに、それぞれ一箇所ずつ駐在員事務所を開設している。政府系金融機関が一般的に行う融資に加えて、預金、債券、各種経営情報の提供、国際業務など、幅広く業務を展開している。その他、 小切手法上銀行と同士の扱いを受けるほか、手形割引などを通じた短期資金融資、国際為替業務なども行う点で、他の政府系金融機関との違いが鮮明である。民営化に伴い、普通銀行に転換したかつての長期信用銀行同様、預金、融資取引において、債券購入が必須要件から外れている。ただし、 かつての長期信用銀行とは異なり、打設期限付きの特例で債券の発行継続を行っているわけではなく、従来通りの発行形態となっている。一般の金融機関は、預金を主な原資として業務を行うが、当金庫は法律で金融債の発行が認められており、割引証交債券、通称割商、証、律商証交債券、通称立証、利商 立証アイドを発行していた。資金量全体、9兆1、149億円のうち、再建は71.9%、6兆8、219億円を占めていた2008年当時。上実のように民営化に伴って、長期信用銀行が普通銀行に転換したことに、 伴う期限付きの特例発行が継続されたわけではなく、従来通りの発行形態で販売が行われて、きたが、金融商品の購入に金融債の保有が絶対、条件ではなくなった。この点は、普通銀行に転換したかつての長期信用銀行と、同様ことに加え、民営化後の商品の多様化に伴い、2012年12月後半祭、 同年12月27日付発行分をもって販売を終了することになった。小泉内閣が進めた行財政改革の一環として段階的な民営化が決められたが2008年に始まる世界的な金融危機に直面し政策金融機関に対する政府の関与を維持するべきであるとの見直しがやれ修正が加えられた。 従来の商工組合中央金庫法は廃止され、2008年10月1日に、株式会社商工組合中央金庫法に基づいた、政府と既存の出資者のみが、株主となる特殊会社たる、株式会社商工組合中央金庫を発足さたため、概ね5年後から7年後を目途に、徐々に政府出資の縮減を図り、最終的には完全民営化し、完全民営化後は、 会社法に基づく一般の株式会社となって移行期間中のための株式会社商工組合中央金庫法は廃止されることとされた。ただし民営化法が可決される際、衆参両院で付帯決議がなされ、当金庫の金融機能を確実に維持するために、金融行政の上で特に配慮を行うこと、必要十分な財政措置を講じることが確認されている。また、 民営化法では、東古が買収を受けて、中小企業金融分野から撤退することがないよう、法律をもって株主資格に特別の制限を付した。なおこの一連の組織改編は、政府系金融機関の抜本再編の一角で、他にも政府系金融機関の抜本改革が同時進行中である。2008年に始まった世界的な金融危機に対応し、 商工組合中央金庫への政府関与の意義を重視する観点から従来の政策金融機関認営化方針を見直す趣旨の改正法案が議員立法で提案されその中で株式会社化の5年後から7年後を目途にしていた政府保有株式の処分を2012年4月の5年後から7年後と改め また政府保有株式の処分の時期について2011年度末を目途に検討を加えるする内容が盛り込まれた。この改正法案の審議の中で野党からの修正提案を与党が合意し、政府保有株式の処分の時期について検討するだけでなく、処分のあり方自体を検討すること、証拠中金に対する政府の関与のあり方についても検討すること、 その検討結果に基づく措置が講じられるまでは政府保有株式の処分を行わないこととの修正案が可決成立した。この修正案を内容とする改正法が2009年6月19日に平成21年法律第54号として交付即日施行されたため完全民営化は当面等のいた。さらに2011年5月には 東日本大震災の発生を受け、政府保有株式の処分時期を2015年4月の5年後から7年後と再度改めた。一方で緊急対応融資について職員による不正な適用が発覚。当金庫への格付けは次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。